こんにちは。第二種電気主任技術者の平です。今回は電検2種二次試験電力管理科目より平成24年度から問い後の電力系統の電圧無効電力制御の計算問題を解説していきます。なお今回の問題は単位法電圧効果の近似式およびタップ電圧の式を扱うためわからない方は説明欄の動画をご参考ください。 最初に問題文を読み上げます。電力系統の変電所での電圧調整について次の問いに答えなさい。図1のようにモデル化した電力系統において電源1と電源2の電圧がそれぞれ一定であるとき、変圧器2次側変電所母線側タップ電圧以下変圧器タップ電圧の微小調整量を ΔN 電力用コンデンサーからの無効電力の微小調整量を ΔQ と置けばこれらの調整による変電所の電圧の微小変化量 ΔV は近似的に単位法で示すと ΔV=ANΔN+AQΔQ と表すことができる。この式の係数 ANAQ を 次のようにして求めることができる。1電力用コンデンサーからの無効電力調整を行わない。デルタ Q イコール0場合変圧器タップ電圧をデルタ N 調整した時の電圧変化の分布は図2のようになる。変圧器のタップ調整に伴い線路の無効電力潮流は Q 変化するものとした場合係数 an を x1 および x2 で表しなさい。変圧器のタップ調整を行わないデルタ n=0 場合電力用コンデンサーからの無効電力をデルタ q 調整した時の電圧変化の分布は図3のようになる。線路の無効電力潮流はデルタ q が 線路リアクタンスの逆比で分流した分だけそれぞれ変化するものとした場合係数 AQ を X1 および X2 で表しなさい。なおモデル系統における蒸気の計算においてリアクタンス X を通る無効電力潮流が ΔQ 変化した時の変電所の電圧変化 ΔV は近似的に単位法で示すと デルタ V イコール X× デルタ Q で表されるものとする。では問題の設定を確認します。問題文の下線より図1のようにモデル化した電力系統において電源1と電源2の電圧がそれぞれ一定であるとき変圧器2次側タップ電圧の微小調整量をデルタ N 電力用コンデンサーからの 無効電力の微小調整量を δ q と置くとこの調整による変電所の電圧の微小変化量 δ v は近似的に単位項で表すと δ v イコール a n δ n プラス a q δ q となり今回はこの係数 an-aq を求める問題です。なお今回のモデル系統の計算において リアクタンス X を通る無効電力潮流がデルタ Q 変化したときの変電所の電圧変化デルタ V は近似的にデルタ V イコール X デルタ Q となります。では、括弧1を解いていきます。問題文の下線より電力用コンデンサーからの無効電力調整を行わない場合、変圧器タップ電圧をデルタ N 調整したときの 電圧変化の分布が図2になり、また、変圧器のタップ調整により、線路の無効電力潮流が ΔQ 変化するとした場合の係数 AN を求める問題です。まず、問題の条件より、右の図1のように、電力用コンデンサーの影響は無視します。次に、図1のリアクタンス X1、X2 の 電電圧圧圧び変圧器前後のタップ電圧を求めますまず、電源1、電源2の母線電圧を V1、V2 と置き、変電所の母線電圧を VT、変圧器の一次側の電圧を V1 ダッシュと置きます。ここで、V1 と V2 は一定のため、電圧効果の近似式を適用すると、 V1-V1 ダッシュは、X1 に無効電力 Q1 が潮流するため、X1、Q1 となり、同様に VT-V2 は、X2、Q2 となります。また、VT-V1 ダッシュは、タップ電圧 N となり、各式を丸1、丸2、丸3式と置きます。なお、電圧の近似式及び、 タップ電圧の同一については説明欄の動画をご参考ください。では次に図2のリアクタンス X1、X2 の電圧効果を呼び変圧器前後のタップ電圧を求めます。まず図2のデルタ Q とデルタ N は図1の無効電力潮流 Q1、Q2 とタップ電圧 N の変化量を表します。ここで 各箇所の電圧は、V1 と V2 は変化せず、VT はデルタ VT、V1 ダッシュはデルタ V1 ダッシュだけ変化します。では、図1と同様に、電圧効果の近似式を呼び、タップ電圧の式を適用します。まず、V1 マイナス、V1 ダッシュプラス、デルタ V1 ダッシュは、X1 Q1 プラス δ ル Q となり整理をすると青の下線が丸1式と同じため δ V1 ダイコールマイナス X1 δ ル Q となりこれを丸4式と置きます次に変圧器前後の電圧変化は VT プラス δ VT マイナス V1 ダッシュプラス v、T デルタ V1 ダッシュイコール N プラスデルタ N となり、整理をすると、青の下線の部分が丸2式と同じためデ、デルタ VT マイナスデルタ V1 ダッシュイコールデルタ N となります。次に、カッコ VT プラスデルタ VT マイナス V2 は、X2 カッコ Q2 プラスデルタ Q となり、整理をすると、青の下線が丸三式と同じため、デルタ VT イコール X2 デルタ Q となります。では、これらの式を図2のグラフに適用すると、デルタ V1 ダッシュは X1 の電圧効果の変化分に対応し、また、デルタ VT は x2 の年月効果の変化分に対応します。ここで、delta v と delta v t は等しいため、これを真ん中と右の式に代入すると、このようになり、これを丸5、丸6式と置きます。では、次のスライドに移ります。では、丸5式に丸4式を代入すると、このようになり、また、丸6式を デルタ Q について解き代入すると、デルタ V プラス X2 分の X1 デルタ V イコールデルタ N となります。ここで、右上の式、デルタ V イコール AN デルタ N の式にするため、デルタ V について解くと、デルタ V イコール X1 プラス X2 分の x 2かけるデルタ N となるため、AN は x1 プラス x2 分の x2 となります。これが括弧1の答えです。最後に括弧2を解いていきます。問題文の下線よりタップ調整を行わない場合、電力用コンデンサーからの無効電力を ΔQ 調整した時の電圧変化の分布が図3になり、またコンデンサーからの無効電力潮流を ΔQ 変化した場合の 係数 AQ を求める問題ですまず問題の条件より右の図1のようにタップ調整の影響は無視します次に先ほどと同様に図1のリアクタンス x1x2 の電圧効果を求めますまず電源1電源2の母線電圧を v1v2 と置き 変電電の母線電圧を VT と置きます。次にコンデンサーの無効電力 Q について電源1側に分流する分を Q' 電源2側に分流する分を q q と置きますここで V1 と V2 は一定のため電圧効果の近似式を適用すると V1-VT は X1 括弧 q 1 q ダッシュとなり同様に VT-V2 は X2 括弧 Q2 プラス q q ダッシュとなり各式を1-2式と置きますでは次に図3のリアクタンス X1X2 の電圧効果を求めさらに電源1および2に分流する無効電力の 変化分を導出しますまず各箇所の電圧は V1V2 は変化せず VT は図3のグラフの電圧変化と等しく ΔV だけ変化します次に無効電力潮流についてコンデンサーによらない Q1Q2 が各線路を潮流しコンデンサーから電源位置に分流する分を プラス電源2に分流する分を 9-9'+,Δ9-Δ9' と置きます。では図1と同様に、電圧効果の近似式を適用します。まず v、v1-、かっこ、vt+,Δv は、x1、イナス q 1 9 δ ュ）となり、 整理をすると、青の下線が丸一式と同じため、デルタ V イコール X1 デルタ Q ダッシュとなり、これを丸三式と置きます。次に、括弧 VT プラスデルタ VT マイナス V2 はこのようになり、整理をすると、青の下線が丸二式と同じため、 デルタ V イコール X2 カッコ、デルタ Q マイナスデルタ Q ダッシュとなり、これを丸4式と置きます。では、次のスライドに移ります。では、丸3式と丸4式から、このようになり、デルタ Q ダッシュについて解くと、デルタ Q ダッシュイコール X1 プラス X2 分の X2× デルタ Q となり、また、 デルタ Q マイナスデルタ Q ダッシュを計算すると、X1 プラス X2 分の X1× デルタ Q となることから、図3の赤丸の式が同一できます。ここで、右上の式、デルタ V イコール AQ デルタ Q の式にするため、デルタ Q ダッシュを丸3式に代入すると、デルタ V イコール x1 プラス x2 分の x1、x2×ΔQ となるため AQ は x1 プラス x2 分の x1、x2 となります。これが括弧2の答えです。以上が今回の問題の説明です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。